ニジマスは、鮭科に属する魚、食用魚であり、釣りの対象にもなる。ずっと川にいたニジマス海に出て、再び川に帰ってきたニジマス成魚の体長は、一般的に約40センチメートル前後であるが、大型のものは60から120センチメートルにまで成長することもある。小型のニジマスは、一生を淡水で過ごす陸風型、大型のニジマスは、川から海へ下って再び川へ戻ってくる、公海型で、大きさだけでなく見た目も全く違う。陸風型を、レインボートラウト、公海型を、スチールヘッドと別々の名前で呼ぶのは、かつては別の魚だと考えられていた名残である。川にいる一部の個体が海へ下るために海洋に適応した形に変態することを、スモルトといって、鮭科の魚に特有の現象である。体全体にはっきりした黒点があり、エラから尾びれにかけての体側部に赤から赤紫色の太い縦縞の模様があるのが色彩上の特徴である。繁殖期のオスに現れる婚姻色として非常に見事な虹色の光沢が発色し、それが英名及びその直訳である標準和名の由来となっている。フランス語でも虹のマスを意味する鳥、ダルカンシエルと呼ばれる。俗名、アンコリンカスは、本種を含む鮭類の繁殖期に、鼻先が曲がる、オスの形態から、ギリシャ語のアンコスとリンコスに由来し、種名、マイケスは、ドイツ人博物学者ウォルバームが分類に用いた、カムチャツカ半島東岸沖のコマンドルスキー諸島産の標本と、現地語で魚を意味する、マクザに由来している。公海型の個体天然分布域ニジマスの元種と、その亜種の天然分布域は、カムチャツカ半島から、北アメリカ大陸西岸のアラスカ、カナダ、アメリカ合衆国西海岸及び、メキシコ北西部の一部である。夏でも水温が、摂氏12度以下の冷たい水、特に流れが速く、酸素を多く含む川に生息する。冷水の湖などにも生息するが、鮭科としては、比較的高温の摂氏22度程度の水温でも生息可能である。熱帯地域にも移入されているが、これは標高1200メートル以上の高地である。肉食性で水生昆虫や貝類、甲殻類、水中を流下、水面に落下してくる小昆虫、他の魚の卵や小魚などを捕食する。本種は基本的には一生を淡水で過ごす。河川残留型の魚であるが、公海と河川遡上を繰り返す個体もいる。ニジマスは海水適応が可能な種として知られている。中には、汽水域や海に下る個体もいて、他の鮭類のように海を回遊し、河川への遡上を行う。公海型の個体は、特に大きく成長しやすく、全長 1.2 メートル、体重 25kg 程度の記録もある。頭部上面が黒っぽくなることから、日本では鉄、英語ではスチールヘッドなどと呼ばれる。この個体が産地周辺の川を遡上することがある。鉄は北海道の知床半島周辺の海で捕獲される場合があるが、回遊範囲など海洋での生態は十分に解明されていない。近年では湖やダム湖など大きく成長した銀化した河川残留型のニジマスも、陸風型及び公海型を問わずスチールヘッドと呼ばれる。繁殖時期については生息域の水温で大きく幅がある。秋の高水温は産卵を遅らせるが、比較的温暖な地域では秋から冬にかけて繁殖行動が行われるが、低水温な地域では春から初夏にかけて繁殖行動が行われる。また、稀に養殖環境下では、年2回産卵を行う個体も存在する。生まれてから2から4年目の間に成熟する例が多く、他の鮭属の魚とは違い、成熟後は1回の繁殖行動では死なず、数年にわたって繁殖行動を行う。自然繁殖が成立する条件として、仔魚の浮上時期の増水が小規模、短期間、低頻度などの条件が整う必要がある。ニジマスの亜種及び近縁種は、北アメリカ大陸の西岸にある河川、並びに湖沼にその多くが生息している。亜種、編集カリフォルニアゴールデントラウトの成魚、カリフォルニアゴールデントラウト天然種は、シエラネバダ山脈のカーン川水系の最上流域のみに生息する。以前は、ボルケーノクリーク、ゴールデントラウトとも呼ばれ、独立した別種とみなされていたが、近年になってニジマスの亜種と考えられるようになった。リトルカーンゴールデントラウト天然種は、カーンリバー水系支流のリトルカーンリバーのみに生息する。カーンリバーレインボートラウト天然種は、カーンリバー水系ノースフォーク本流の上流域、及び同上流域の支流のみに生息する。以前は、ギルバーティレインボートラウトとも呼ばれ、同じ水系のゴールデントラウトとニジマスの天然中間種と考えられている。また近年の遺伝子解析により、ゴールデントラウトの別タイプとも提唱されるようになった。カリフォルニアゴールデントラウトやリトルカーンゴールデントラウトは、滝などの地質構造の変化や氷河などによって、氷期末期に河川の下流域から隔離され、高山地帯の河川の最上流域に陸封された完全な淡水型のマスである。これらゴールデントラウトの自然分布域上流は、現在ゴールデントラウト自然保護区として、アメリカ合衆国森林局により管理、及び保護されている。なお、上記の天然生息域以外のシエラネバダ山脈の河川や三条湖、及び他州の鉱山地帯の一部河川や三条湖には、ゴールデントラウトによく似た姿や色合いの個体が生息している。これらは過去の受精卵や稚魚の移植によるゴールデントラウトの個体群の子孫であるが、移植時の個体群がすでにニジマスとの雑種であったことが後に判明している。また、現時点でのこれら個体群のほぼすべてが同様な方法で過去に移植、または放流されたニジマスとの交雑化がさらに進行した。個体群と考えられている。魚類生物学者、ロバート・J・ベーンケによると、ニジマスアンコリンカスマイケスは、以下の亜種に分かれる。近縁種、編集ニジマスの天然分布域の北には、近縁種のカットスロートトラウトがおおむねロッキー、山脈までの内陸部の河川上流部、並びに湖沼に生息する。ニジマス同様、河川、湖沼残留型と、公海型があるが、分類上は別種である。日本での歴史は、関澤民信により1877年にアメリカ合衆国カリフォルニア州から移入されたのが最初とされている。これ以後、各地の渓流や湧水地帯で養殖、放流が盛んに行われた。その個体の一部が北海道知床半島、摩周湖、幌内川などのような一部の地域で自然状態で定着した外来種となっている。カリフォルニアからの複数回の移入により、原産地の遺伝的多様性を受け継いでいる。淡水でも容易に人工繁殖することから、有用食用魚としての養殖研究の歴史が長い。特に他のサケマス類との交雑種が研究され、食味向上や高成長率、耐病性向上により、養殖効率を上げるための研究がされ、一部は商品化され流通している。なお、自然界に逃げ出し天然魚と交雑することによって、既存生態系の遺伝情報に交雑種の遺伝子が組み込まれるのを避けるため、養殖目的で人工的に作出す交雑種は3倍体メスを利用する。その手法は、1、変異個体の系統選別育種、2、異種交配、3、染色体操作などである。これらの方法は、サクラマス養殖などにも応用されている。系統選別育種は一定の特徴を持った個体を選別して境内、飼育することで系統固定する手法である。現在の異種交配は不妊化により養殖魚が場外流出し在来魚種に与える影響を軽減する目的でホルモン処理による全メス化と後述の倍数体個体との交配を併用する方法が取られている。ニジマスにおける染色体操作とは受精初期の未分化卵を通常の自然界ではありえない圧力や温度、環境下に受精卵を置くことで減数分裂を抑制し倍数体個体を作出する方法である。これらの技法により不妊化魚3倍体個体の作出や採卵後の性転換技術がニジマスだけでなくヤマメ、イワナ等でも確立されている。3倍体遊魚は性成熟するが3倍体メス魚は性成熟しないとされるため、成長が早く年間を通じ食味の変化が少ない。また、作出された種や系統は、登録商標として登録されている場合が多い。実際の作出例は、選抜種突然変異、通称、アルビノニジマスアルビノ個体1956年、長野県水産試験場で初めて発見され、交雑種菌により遺伝的に優勢であることが分かった。子孫である、純系マスが各地で生産されている。またニジマス養殖で、アルビノが出現することは、ほとんどなく、珍しい。チロシナーゼ合成酵素が欠損して、メラニン色素が作られないため、残りの色素などにより、体色が黄色金地に変化。優性遺伝のため、一方の親がアルビノならば、アルビノの子が育つ。観賞用として、ペットショップや観賞魚店などでも販売されている。また、養殖場では成長度合いを簡単に調べるための標識魚として利用される。突然変異、通称、蓬莱マス1965年、愛知県水産試験場蓬莱養魚場で、発見された反問のない突然変異のニジマスを選択交配し、1980年代までに品種として固定した系統。名前は水産試験場の名称、蓬莱に由来する無反個体を効率的に増殖させる研究も行われている。遺伝的に優勢、突然変異、通称コバルトマス、またはコバルトニジマス脳下垂体中央の異常により、体色がコバルトブルーに変化。この形質は劣性遺伝する。またコバルトマスは繁殖せず病気にかかりやすい。したがって美しい体色であるが大量生産は困難である。系統選別育種通称、ドナルドソン・ワシントン大学名誉教授のドナルドソン博士が、公開型のスチールヘッドと大型のニジマス選抜個体を交配し、30年以上かけた品種改良の結果得られた系統。1メートル以上に育つ、ドナルドソントラウト、ドナルドソンニジマスとも呼ばれる、管理釣り場での人気が高い、スーパーで見かける、サーモントラウト、トラウトサーモン、トラウトなどは、ドナルドソンがカナダやチリ、ノルウェーなどで生産されたものを指すことが多い。青森県むつ市大畑町では2年間淡水飼育して、成長が良い本種のメスを海水で8ヶ月飼育したものを出荷している。系統選別育種流通名、銀光群馬県水産試験場により選抜。通常2年で成熟する、ニジマスの中から3年で成熟する系統を、選抜育種、固定化した系統、肉質の低下が少ない。系統選別育種流通名、箱すち遊漁用ニジマスとして、群馬県水産試験場により選抜。スチールヘッド系ニジマスと箱島系ニジマスを交配した。交雑種蓬莱マスとイワナあるいはアマゴを交配した3倍体、流通名、絹姫サーモン、愛知県水産試験場により、作出、父系にアマゴを持つ略称にジアマと、父系にイワナを持つ略称にジイワの2つのタイプがあるが、主にニジアマと呼ばれている種が流通している。ニジマス4倍体とブラウントラウト2世を交配した3倍体、流通名、信州サーモン。長野県水産試験場により、作出、ニジマスとブラウントラウト両者の良いところを受け継いだ一大雑種で、繁殖力はない。この魚は食用のみ使用できる。そのため、釣り場への放流は禁止である。活魚での県外流通も禁止し、地域ブランド化を推進している。ニジマスとアメマス2世を交配した全メス3倍体、流通名、ロックトラウト、ロックサーモン、魚沼美幸マス。新潟県内水面水産試験場により、作出、魚沼美幸マスは、新潟県、ニジマス組合の商標登録、ニジマスとキングサーモンの交雑種、藤之助、山梨県水産技術センターによる、作出、地域ブランド化を行っている。倍数体ニジマスの、全メス3倍体流通名、ヤシオマス、金河サーモン、笹川マス、アルプスサーモンニジマスが、産卵床を形成する際に、イワナ類の産卵床を掘り返すことや餌の競合により在来種の生息に悪影響を与えるため、特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律において、要注意外来生物に指定されている。しかし、現在も公的機関の主導の下で、養殖事業として日本各地に導入されており、時には一部の釣り団体が私的に放流するケースもある。北海道では1920年に支笏湖に放流されたのに始まり、今では72の水系に定着している。在来魚種への影響として、知床半島のいくつかの河川では、ニジマスの侵入により生息域を奪われた在来種のオショロコマの生息が確認できなくなっている。ほか、両流石川では、残留型サクラマスを駆逐して優占種となっている。本州以南の多くの河川では放流しても定着しにくい魚という評価があり、同じ外来種のブラックバスと比べて導入について寛容的な自治体が多い。定着しない理由として、放流してもすぐに釣られること、さらに梅雨時の増水で繁殖ができなくなることが挙げられる。また、世界の侵略的外来種ワースト100。日本の侵略的外来種ワースト100の双方に選定されている。天然及び養殖のニジマスは南極大陸を除くすべての大陸の少なくとも45カ国に食用あるいは遊漁用として移植され、米国、南ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド、南アメリカでも天然分布域外の在来のマス類やアシを侵略している。こうした外来種としての問題を重要視する釣り団体の中には、放流を自粛する動きも見られる。さらに、外来種のニジマスではなく在来種のサケマス類の利用に転換し、地域の自然を見直すべきとの意見もある。しかし、現状では、多くの地域で、ニジマスの水産資源としての価値を優先し、活発に放流され続けている。米国で、五大湖のように移植されて、スポーツフィッシングが、盛んになっている水域もある。このような問題は、ブラウントラウト、カワマス、レークトラウト、シナノユキマスといった他の外来サケマス類でも同様に存在する。日本以外にも世界中へ輸入されており、生態系に深刻な影響を与えている。アメリカでは競争や遺伝子汚染によりサケ類を駆逐している。なお、日本国内の水域で自力繁殖を繰り返すという意味での定着はしにくい。ニジマスであるが、釣魚、食用魚としてのニジマスは、国民の間に文化的定着が完了している。ザリガニにおけるアメリカザリガニと同様、20世紀末の時点ですでに単に、マスといえば、ニジマスを指し、マス釣り場=ニジマス釣り場を意味するようになっている。良質で豊富な地下水が得られる地域での生産量が多い。温暖な静岡県では短期間で大きく育つ。兄弟養殖により成長させた成魚から採卵、孵化させた稚魚を生産する完全養殖が淡水で行われる。また、海面養殖されたニジマスは水温を最適化することで短期間で出荷可能な大きさまで成長するため、サーモントラウト、トラウトサーモンとも呼ばれ販売されている。歴史、編集1926年。長野県明科町で日本国内の養殖が開始された。1943年には500トンの生産が記録されている。戦後は山形県、長野県、静岡県などで多く養殖され、1953年以降は本格的にアメリカやカナダにも輸出され1971年に3084トンまで増加した。しかし、1973年の為替変動により輸出主導から国内向けに転換し、1982年に過去最高の 18,200 トン余りを記録したが、2004年では 8,800 トン余りまで減少している。育成、編集受精卵は摂氏10度で30日程度で孵化し、孵化から60日程度を経過したら餌付けを開始する。孵化から4ヶ月を経過すると3グラム程度まで成長する。食用魚の養殖は食味や生産性を考慮したものが必要で、養殖的水温は13摂氏18度が望ましく、溶存酸素量は生育に大きな影響を与えるため、バッキ用に水車を設置する場合が多い。水温が高いほど成長は早くなるが、感染症の危険も高くなる。日本で最も多く需要のある大きさの23センチメートル程度まで育てるには、孵化後1から2年が必要。冷凍輸出用や採卵用、遊漁用として30から60センチメートル以上まで育てられる場合もある。餌、編集現在市販されるニジマス用配合飼料は、白身魚を主とする動物性タンパク質を約 55%、小麦粉などの穀類やカストー類を約 35%、ビタミンやミネラルが添加され、タンパク質量は 43% 以上というものが主流で、給仕直前に油を添加する。飼料の粒の大きさは成長度合いに合わせ複数あり、適切な大きさのものを選択し与える。アスタキサンチンなどの赤系色素を配合した餌を与えることで、鮭に似た薄紅色の実を持つニジマスが成長する。手前は開き、奥左はフィレの燻製。右はマリネ付けニジマスは飼育、繁殖が容易であるため、大西洋鮭と並んで、世界的に最も一般的な鮭科の食材として食用に品種改良されたものが海洋と淡水の両方で大規模に生産されている。日本でも銀鮭と並んで最も一般的な鮭科の食材として大規模に生産されている。ニジマスには淡水から海面に移して養殖する公海型と一生淡水で養殖する陸風型があり、大きさが違うので調理法も違う。日本で養殖されているものはほとんど陸風型であるが、海面養殖を行った方が大きくうまく成長するので、海面養殖による地域ブランド化の試みが各地で行われている。陸風型のニジマスはレインボートラウトと呼ぶ。公海型のスチールヘッドと比べて小型であり、100から140グラムほどのサイズである。白身で塩焼きやムニエル、甘露煮として食べる。生産量としては公海型に及ばないものの、こちらも淡水魚としては大規模に生産されており、うなぎを除く淡水魚としては日本では、鮎と並んで最も生産量の多い養殖魚となっている。レインボートラウトは、これをそのまま日本語に直訳したニジマスの名称で販売され、鮎と共にカワウオの代表とされている。公海型のニジマスはスチールヘッドと呼ぶ。陸風型のレインボートラウトと比べて大型になる。現在世界各地で海面養殖されているものは大型のドナルドソン種をベースにさらに品種改良されたもので2から3年で2から 3kg ほど4から5年で 10kg を超えるまでに成長する。また商品価値を上げるためにカロテノイドの一種である赤系色素のアスタキサンチンを配合した餌を与えて着色する技術があり、薄紅色のサーモンピンクの実になる。このようなタイプのニジマスの食材としての名称を日本語でサーモントラウトと呼び、刺身や寿司などの生食がメインとなる。北海道などでは野生種もしばしば漁獲され、スチールヘッドをそのまま日本語に直訳した鉄と呼ばれる。野生個体は寄生虫がいる可能性があるので、生食するときは十分気をつけて食べるか、冷凍してルイベにする。厚生労働省の指導では、摂氏20度以下で24時間以上冷凍すると、アニサキスは死ぬ。養殖物は、性成熟しない代わりに巨大になるように、染色体操作された3倍体の個体がほとんどであり、出荷調整ができるため、年間を通じ入手することができる。3倍体ではないものは秋には産卵のために、脂が落ちるので、春先から夏に店頭に出回ることが多い。国産の養殖の大型ニジマスは、海外産に比べて、生産量や人件費の関係で、比較的高価であり、輸入物のサーモントラウトと比較すると2から3倍の価格であることが多いようである。飼料にもよるが、輸入物のサケマスに比べて、脂の乗りが薄く、さっぱりとして癖がないのが特徴となる。通常の輸入サケマスと比べても高価な部類に入る。上に生産量が少ないため、一般的に消費者の口に入る機会は少ない。マスの卵をマスコと呼び、ニジマスのマスコを卵巣に入ったまま、またはばらしたものを醤油漬けにして食べる。ニジマスの抱卵時期は、鮭の卵よりも早く、7から8月くらいから取れる。ニジマスの卵は白鮭の卵よりも小粒で、黄色いが、醤油漬けすると白鮭のイクラと同じ赤色になる。一般的にマスコのイクラは、鮭イクラよりも小さくて安いが、静岡県の富士養豚漁業協同組合では、富士山の湧水で育てたニジマスのイクラをレインボーキャビアの名称でブランド化して販売している。レッドキャビアやフレンチキャビアなどのブランドで販売しているところもある。一方で釣り場で釣ったニジマスの卵から自作することで買うと高価な美味しいすじこやイクラを大量に食べられるので釣り人にぜひ一度試してほしいと群馬県水産試験場でもおすすめの料理法。染色体が3倍体の養殖物は生成熟しないのでマスコが取れない。サナダムシがいるために生殖ができないという認識は国内の養殖ニジマスに関しては誤りである。過去20年間にわたり養殖ニジマス6306個体を検査した結果、サナダムシは発見されていない。サケ科魚類に寄生しているアニサキスやサナダムシはクジラを終止種とし、オキアミやイカ類を中間宿種としている。サケ科魚類にこれらの寄生虫が寄生するのは、寄生虫が宿る網やイカ類が生息する北極圏付近の遠洋を回遊中のことであるから、国内で養殖する際には寄生は生じない。サーモントラウト、編集カロチノイドの一種である。赤系色素のアスタキサンチンとタンパク質が結合したカロテノプロテインを主として構成される外殻を持つエビやカニ等の甲殻類を配合した魚粉が主体の飼料で育てたニジマスは身が着色され薄紅色のサーモンピンクの身になる。このようなタイプのものを日本語でサーモントラウトと呼ぶ。現在の日本のスーパーの店頭にてサーモントラウト、トラウトサーモン、トラウト等と表示される切り身は、ノルウェー、チリ産の海面養殖されたニジマスである。これらの名前は、商品名であり、魚種を示す名前ではない。魚種としては、ニジマスのドナルドソン種、あるいは、これをベースにした、交雑種などである。ニジマスは日本では一応、マスの仲間とされているが、食材としてのサーモントラウトは、主に、サーモン、鮭の名称で販売されている。揚げ物焼き物やお茶漬けなどの加工物では、鮭、寿司や刺身などの生食用では、サーモンと呼ばれることが多い。2013年に表面化した食品偽装問題の際に、鮭の名称でニジマスを販売していることが問題となったが、鮭弁当や鮭茶漬けなどの形で、すでに定着しているため、OK との基準が消費者庁によって示された。例えば寿司ネタのサーモン握りは、寄生虫の心配をせずに生殖が行える、養殖ニジマスの安定供給が実現されたことによって、初めて生まれたため、最初からニジマスだった。現在は、海外でもサーモン寿司として人気がある。ニジマスは、釣りの対象魚としても人気がある。渓流釣りの入門魚ブドウ虫の代わりに使われている、コハチノスツズリガの幼虫ワックスワーム。ブドウ虫の代わりに使われているアワノメイガの幼虫管理釣り場では、初心者や子供も手軽に釣りを楽しめる。管理釣り場のニジマスは肥満した個体や30センチ以上の大型のものも多いので竿も引きに負けない強度がある。万能竿などが適する。浮きを使い、糸も太めで良い。餌などをつけ、ニジマスの数メートル前に落とす。当たりは明確なことが多い。当たりが来たら釣り竿を上げる。ただし、釣り針を飲み込まれることが多いので注意すべきであり、できれば、針を外すために針外しか鉗子を用意したい。ニジマスは食いつきも良く、引きもなかなかで、味も良い。管理釣り場の場合、鮎の穴と同様に食堂が併設されていることが多いので家族揃ってのレジャーに最適である。河川での釣りは、渓流釣りとなる。浮き釣りではなく、浮きの代わりに毛糸などの目印をつけた脈釣りで行う。糸も細くし、餌も飛びけら、川ゲラ、ミミズなど河川に生息する虫を使うと良い。長方はヤマメ、イワナなどに準ずるが、釣り上げるのがやや容易である。そのため、渓流釣り師の間では入門魚として見られ、ヤマメイワナなどの前座のような扱いにされることが多い。ただし河川でもやや大型が多いことを考慮したい。ダム湖や、標高の高い山岳地帯にある火山性の湖沼、本流には40センチを超える大物も見られる。中でも50センチメートルを超える大型でしつきも良く、ダイナミックなファイトをするものはスーパーレインボーと呼ばれ、釣り人に人気のターゲットとなっている。また、一部の湖ではレイクトローリングによって超大型を狙えるゲームフィッシュニジマス野生化すると小魚や水生昆虫、落下した昆虫などへの反応も良くなり、格段に激しいファイトをするのでフライフィッシングやルアーフィッシングで盛んに狙われるゲームフィッシュとなっている。なお、一般にゲームフィッシングで基本的に魚を釣り上げても持ち帰らずに逃がすキャッチ&リリースが理念、思想の一つとなっている。フライパターンなどを探るため、ストマックポンプという専用器具を利用し、魚を殺すことなく腹の内容物を採取し、観察することもある。ただしゲームフィッシングにおいても、明らかに魚が生存不能であると判断した場合のみ、供養の意味も込めて食すことがある。毛針を使った日本の伝統的な天から釣りも行われており、こちらもヤマメ、イワナなどへの入門魚のような感覚で釣られている。天から釣りは、もともと漁師が手返しよく釣るために行われた釣りである。フライフィッシングほどゲームフィッシングというイメージが定着しておらず、日本古来からの伝統芸のような雰囲気を持つが、簡単な服装で行うことができることなどから徐々に注目されてきており、天から釣りの専門誌も多数発行され、普及ぶりはフライフィッシングをしのぐ勢いである。ありがとうございます。